海道本線の高架工事がいよいよ始まりました。まず50年には恵比塚の高架橋の一部と森田町の東海道本線の下をくぐる地下道に着工しました。新しい浜松を築く大事業高架、今なるべく早い開通を目指して工事が進められています。南北交通がスムーズになるまであとわずかです。お待ちください。5月、幸い3丁目に青年婦人会館がオープンしました。この会館は青年や婦人の活動の拠点です。躍動する青年、しっかりと結ばれた婦人、ボランティアに人づくりに利用されています。働いの場青年婦人会館を価値ある活動にお使いください。伊庭遺跡に出土品を展示する資料館が完成し親しまれています。出土品は時代を追って展示され、子どもたちにも分かるようになっています。この伊庭遺跡は、弥生から古墳時代にかけて農業集落として栄え、奈良平安時代には地方的な役所であったようです。いろいろな出土品が発見されましたが、特に弥生時代のものと思われる柳の木で作った鎧は珍しいものです。将来は復元家屋などを設けた史跡公園として残ります。新しい保健所が鴨江2丁目に完成しました。3階建ての建物の中には乳児相談や成人病相談などができる健康相談室や試験検査室、栄養室など、皆さんの暮らしをより明るくするための施設が整っています。実験室などで使った水から公害が出ないように排水処理装置も設けられています。私立診療所と合わせて健康管理にお役立てください。
鴨江町の旧中央警察署を模様替えして社会福祉会館が完成しました。この会館は体が不自由な人やお年寄りに利用していただいたり、ボランティア活動を育てるために建てられました。目の不自由な人のための点字誘導ブロック、おおむね65歳以上のお年寄りを対象にした高齢者無料職業紹介所もあります。お気軽にご利用ください。台風0号は遠州灘沖の海上にあってかなり速い速度で北上しています。静岡地方気象台は暴風洪水波浪警報を発令。一方、9時10分には遠州灘沖で強い地震が発生し、浜松市では震度6を記録しました。7月11日、浜松市が主催する総合防災訓練が行われました。災害はいつどこで起こるか分かりません。それぞれの地区では住民が直接参加する消火訓練も行われています。一方、地割れなどで消防自動車が入れないようなところへでも出動できる可搬動力ポンプを60台配備し、災害に対して万全を期しています。宮古田川の上流には農業用、上水道用以外防災にも使える水を確保するためダムを建設します。しかし、いざという時のため家族で話し合っておくことが必要です。今、市内には60歳以上のお年寄りはおよそ5万人います。お年寄りたちはそれぞれ生きがいを見出すため、老人クラブなどいろいろな会を通じて連帯感づくりに励んでいます。自分たちの町の中に閉じこもっているだけでなく、他のクラブと交流したり、趣味の会を持っている老人クラブもあります。連帯感づくりはお年寄りにとっても大切なことです。火災中学校と和地小学校に夜間照明がつきました。今までこの地域の学校には体育館がなく、夜はよその学校へ行って練習していました。それが今ではバレーボールなどが夜でも練習でき大喜びです。はもっと幅広い人たちに利用されるよう目指していきます。広報浜松500号を記念して広報展が青年婦人会館で開かれました。すべて手作りの広報展には
市の広報課で発行している出版物の展示や視聴覚コーナーもあり、見学者の目を楽しませました。お帰りにはツツジの苗木のプレゼントもありました。11月1日、市中心部で県下初めてのバス優先レーンがスタートしました。優先レーンの中では一般の車はバスの妨害にならないよう走らなければなりません。おかげでバスでの時間は短縮され、利用者に喜ばれています。馬込川右岸に自転車道ができました。まだ一部しか完成していませんが、安心して自転車に乗ることができ、ちびっこやお年寄りの天国になっています。一方、馬込川も皆さんの努力できれいになり、釣り人もたくさん訪れてくるようになりました。自転車で魚釣り、たまにはいいものです。